はい、どうもひでです。こんにちは。僕、水辺の清掃するボランティアの、活動にね、参加してるんで、警備隊っていうものにね、僕、参加してるんですけど、その活動にね、参加して、そういうボランティア、水辺をきれいにするボランティアの人たちの活動資金になる、募金とかできるようなものなんですけど、そういったものに僕はね、参加させていただいております。基本的には海で活動してるんですけど、僕海で動画特に上げてないんですけど、海で活動されているんですけど、ゆくゆくはこういった淡水のエリアでも多分活動されていくようになると思うんですけど、僕は、こうやって活動してるんですけど、ご興味のある方はね、警備隊って検索してもらえたらなと思います。そういう団体があるよっていうご紹介です。ここはね、ちょっとずつ拾ってるんですけどね、ゴミがありすぎて時間かかりますね。もう説明がね、下手くそなんで、どうしようもないですけど、簡単ではありますが、そんな感じで、ご紹介終わりたいと思います。興味のある方はね、警備隊で本当検索してもらって、活動にね、参加してもらえたらなと思います。